こんばんは、速稼塾の久保です。最近はですね、体力の衰えをさらに感じますね。あとね、このトークの冴えのなさを、なんかね、実感するんですよ。たまにね、たまにっていうかたびたびなんですけども、私ね、言葉がもつれることがちょっと自分でも自覚できてきて、常に早口で喋っていたんですけども、なんかね、これまずいなと、トークがちょっと冴えなくなってくることが多いなと思うんですよ。いやー、でもね、でもなんとか間に合いましたよ。何が間に合ったかというと、私は40歳でね、ネットビジネスに出会って3年間でアフィリエイトを攻略しました。で、次の3年間はその他の転売ですとか SNS とかね、それから YouTube もそうですし、まあね、ネットビジネスと言われているものは隅から隅までやったような気がします。そして2017年から3年かけて、今度は FX を攻略したんですよね。で、今私が FX を3年かけて攻略できたのは、それは時間的な余裕と学習するね、精神力が残っていたからだと思うんですよ。で、学習する時間と精神力がなんで残っていたかというと、その前にアフィリエイトで私は時間と資金をしっかりと作れたことだと思います。そして投資に使うべき、まあ、お金をですね、余剰資金をアフィリエイトをはじめとするネットビジネスで作れたからなんですよね。ですので、40歳から始めたネットビジネスが3年で1億円稼げなかったら、多分その次の3年も、そしてこの今の暮らし、 FX の攻略もなかったと思いますね。あったにしても、まだまだ50代とか50代の後半とかになっちゃったかもしれません。という意味で、私はね、40歳からやってきたんですけども、ギリギリ間に合いました。何一つ取りこぼしをすることなく、一つ一つ攻略した結果、それがね、つながっていって FX の下地になったかなというところなんですよ。かといって私はね、収入のメインが FX ではありません。 FX で稼いだお金をまだ私はですね、日本の銀行に移したことはないんですよ。すべてストックしちゃうんですよね、だから余剰資金だからなんですよ。で、他のビジネスもちゃんとね、売り上げをゼロ、原価ゼロから20万、30万、100万と未だに作れていますからね。本当にありがたいことだと思います。で、使うツールってのは YouTube 1個です。だからね、今世界中が感染症でものすごく苦労されてると思うんですよ。本当に大変だと思います。ステイホームとかね、私はステイホームクソくらいって言ってるんですけども、でも私はあまり家から出ないんで、私はまあどう言ってもステイホームしてるかなというところですしね。まあ通販を主に使ってますんで、あまり行列に並ぶこともないですしね。それがちょっと不吉な予感がするんですけども、どうもね、5月の18日か20日あたりまでにちょっと大きな地震が日本に来るんじゃないかなと思うんですよ。マグニチュード8とか9とか、まあ、震度で言ったら6前後、5とかね、6弱とか、あの辺が来るんじゃないかなと思ってるんですよ。まあこれはいろいろと裏付けと情報があるわけなんですけども、ここではちょっと割愛しますけども、何が言いたいかっていうと、私は危機に備えている準備も間に合ったかなと思うんですよ。その感染症のこともね、特に私は通勤するわけでもないですし、それからまあ職場を持ってるわけでもないんでね、まあスマホの電源が入ればとりあえずは収入源っていうのは失わずに済むかなと思いますし、本当にすごい時代だなと思いますよね。で、その他ね、私間に合ったものがいろいろと思い出されるんですけども、例えばまあ子供ができたんですけどもね、47歳にして、まあギリギリ間に合ったかなと。この子が成人する頃、20歳になる頃、私は67ですよ。70がちらついてくるんですけども、でもね、この鍛え上げた体で、まあまだね、なんとか子供と息子としっかりと遊んでいけそう、いい10代と、それから私はその頃ね、50代とか60代になってますけども、まあいい関係が作れるんじゃないかなと思いますし、まあちょっと変わったね、自由な親父も演じることができるかなと。そうですね、晴れの日はトランザムで一緒にドライブ、ナイト2000でね、多分気に入ってくれると思うんですよ。生まれながらにしてナイト2000のレプリカが家にあるって羨ましいですよね。まあそういうことがあって、いろいろと間に合ったんですけども、ただね、私はね、サラリーマンは7年ぐらいしか続かなかったです。多くの方が20年とか30年とか40年やるサラリーマン、私はそんなにできなかったですね。7年いかないぐらいだったですね。で、あとね、店舗の運営っていうんですか、こちらの方もまあ10年ぐらいでした。
店舗やってもせいぜい10年でしたね。店舗をやる能力も才能もなかったかなと思います。それからですね、多くの人を雇用するまとめ役、社長の器でもなかったかなと思います。最大値で26人の社員を雇っていました。厚生年金もかなりかけてましたけども、結局誰一人いなくなりましたよ。ということなんで、今は誰も従業員がいない一人会社、一人社長でやってます。まあまあこれがいいかなと。店舗を持たずに、サラリーマンをせずに、人を雇わずに、自分一人でやるというと一番ね、結果が最大ができました。で、経費も最小化できてるんで、まあ言うことないかなってところなんですよ。でも私始めたの40歳からですからね。で、40歳からです。しかも麻雀屋の親父を10年近くやってきて、他のこと何もやってない40歳ですから、あらゆるスペックが私はね、普通の人より、平均的な人よりもかなり差が下だったと思いますし、まあ職業のことについてもね、麻雀屋の親父ですよ。まああんまり胸張って言えるようなことではなかったですよね。まあそんなこんなでね、今回その億万長者合宿リメンバーっていう話をずっとさせてもらってるんですけども、やっぱりね、私にしかできない人生だと思います、それは。やっぱね、何でもそうですけども、何かね、足跡を残してる人って、まあ私自画自賛するわけじゃないんですけども、本当にこう、ユニークなんですよ。オリジナリティ溢れてるんですよ。今日ね、金太郎飴になるなっていう風なね、話を聞いたんですけども、まさにそうで、こっちの人とこっちの人、同じようなものにはなってないんですよ。で、それはね、ある程度熟練してきてオリジナリティを出すのかどうかっていう問題もあるんですけど、私の場合は最初から多分他の人がやらないようなことをやってました。例えば365日24時間全ての人と会ってきたっていうね、一人も会わない日っていうのは一回もなかったですね。未だにそうですけども、誰かが訪ねてきて、まあ今はね訪ねてこないですけども、去年までね、誰かが訪ねてきて、もしくは私がどこかに出かけて行って10人から20人ぐらいの、まあ、会場に集めてね、でお話をするっていうのは全然変わってないです。それは最初からです。で、全ての時間を顧客に捧げて、全ての時間を熟成に捧げてっていう風なね、まあ、まさに顧客のために知るっていう言葉で始めたんですけども、まあこれぐらい振り切れてる人は他にはいなかったんじゃないかなと思いますし、多分ね、独特なんで、こう独特な言葉とかが、格言とかが私作れていけると思うんですよ。他の人がやってるようにやってるわけではないんですよね。で、ある意味ね、誰でもできることを私はやりません誰でもできることを私がやる必要ないんですよ。私は自分の人生を生きようと思ったら、人がやってることを避けていくわけじゃないですよ。たまたま一緒になることありますけども、基本的には自分が内側からね、想像したもので生きてます。どっかからの情報を得て、それで真似をするってことはあんまりないです。その金太郎飴みたいにね、まあ作業の反復っていう真似はありますよ。真似はありますけども、誰かのモデルをなぞるってことはないですよね。ネットビジネスとかやり始めると、堀江貴美さんとかね、それから与沢翼さんとかのトレースをする人いますけど、私はトレースしないんですよ。もちろん学んでる期間はありましたけども、でもやっぱり表現するものってのは堀江さんにも被らない、与沢翼さんにも被らない、その他の有名な人にも被らない、なんかね、こう客観的に見るとそうだったかもしれないなと思いましたよね。隠居みたいな世界に入ってくるのも多分私くらいのもんだったと思いますね。まあ地方でライバルのいないところで好き勝手やるっていうのも、まあ吉谷さんはね、鹿児島でやってますけども、まあその辺はね、私と考え方似てるなってところはありますけども、まあでもどっちにしても間に合ったなというところです。これがね、例えばね、45歳からだったら、多分私はアフィリエーターを攻略したかもしれないけども、ずっとアフィリエーターするしかなかったかもしれないですね。また50歳からだと、まあアフィリエートもうまくいかない、 FX を手に入れたところで、 FX 攻略したところでもう多分60万円になってるんで、もうね、体動かないですよ。で、あんまり食欲もなくなってると思いますしね。で、体もだいぶ壊してると思うんで、だんだん健康衰えてくるのがね、50代ぐらいなんで、私はまだまだね、傷んでるところはないですけども、でも本当ね、早くやらないと残りの時間間に合わなくなっちゃいますよ。そんなにね、人間って長生きしないですから、100年も生きないわけなんですよ。平均寿命もあれでしょ、75歳とか80歳とかなんかいろいろ言いますけども、あくまでも80歳ぐらいが平均寿命であって、最後の20年ってあれが痛い、これが痛い、ここが悪い、病院に行かなくちゃっていうふうに、もうね、パフォーマンス出ないですよ。だから40代が最後の、
全力疾走ができる時ではないかなと思いますよね。私はそういう意味では40代をしっかりと使って生きてきて、まだあと3年もありますからね。まだまだ挑戦できるかなと思います。ただ50過ぎると私はね、もう分かんないですね。あとはね、余力でただ生きていくだけ。もう本当隠居生活入ろうかと思います。もう入ってるけど。そうですね。そんな感じですかね。だから、やらないといけないなって気がついて、自分の年齢をやっぱり考えた方がいいですね。いつまでも若くはいられないですし、私は人一倍体格もいいし、体力もありますし、筋肉量も多いんですけども、で回復力も強いですしね。だけどもですよ、まあ平均的な男性が40代の半ばぐらいになると、もうね、一遍ついた傷は治らないまんま死を迎えるぐらいの覚悟がいると思いますよね。例えばどっかなんかね、肩を壊しました、40肩50肩になりましたって言ったら、その肩の痛みはいつか治るんじゃなくて、10代や20代の頃みたいにちょっとしたら治るんじゃなくて、多分ね10年単位の付き合いになってくるんで、実質的にはまあ、死ぬまでその痛みっていうのとね、付き合っていかなくちゃいけなくなる。腰痛もそうですよね。腰が痛み出したらもうそれずっとですよ。で、非常にきついのが精神的に参っちゃったら、それね、本当に残りの人生ずっと引きずる可能性があるんで、いつもいつも明るくしていた方がいいかなっていうふうに思いますね。で、あと一勝負ですよね。あと1ラウンド戦うためには、40代はしっかり使い切ることだと思います。50代から勝負もできなくはないですけども、結構きついですね。40代の3倍ぐらいきついと思います。50代から始めれば。60代ではもっときついと思いますね。まあなんせね、その情報発信って、ネットビジネスって、情報発信の量を稼がないといけないんですよ。量をやらないといけないんですよ。この量が、もうね、年齢とともになかなか発揮できないと思います。特に私みたいに40代で1万以上の発信をしてきて、3000以上のライブをしてくれば、この余力でもって50代とか60代でもこのペースは維持できると思います。多少下降線になっても。でもやったことがない人が50代からいきなり始める、60代からいきなり始めるとなると、そこまでできるのかなと思っちゃうんで、急いだ方がいいと思いますね。もうほんと躊躇したりとかね、休憩してる暇はないですからね。40代以上の方に向けたメッセージでございました。楽しては自由になれませんね。そんなに自由っていうのは甘いもんではないです。もっと尊いもんです。もう傷だらけ泥だらけになりながら、やっと掴むものが自由ですよ。そして自由を掴むんだったら、なるべく若いうちがいいです。体が動いて、恋愛ときめいて、美味しいものたくさん食べてもね、で次の日すぐ回復するみたいな、そんな時に自由になった方がいいですね。寝たきりとかね、もう体がよく動かなくなってきてから、自由だって言ってもね、それは自由の範囲がすごく狭くなっちゃうんで、今回はね、しっかりとゆっくりと真面目にお話しさせていただきました。まあ間に合わなくなりますよ、本当に焦っていたら。で、休憩してる暇ないですからね、ネットビジネスやろうとしてる40代の人ね、50代の人はもっとないですよ。飯を食う暇もない。そのぐらいじゃないと自分の人生は買い取ることができません。そのぐらいあなたの人生は尊いものなんですよ。簡単に誰でもできることをやっていって自分の人生が手に入るってことはないんですよ。そんな安っぽいものではないですからね。しっかりとね、自分の人生手に入れてもらいたいと思います。では、いってらっしゃい。